はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。12月4日日曜日 NHK スクランブルでも渋谷でやります。皆様ご参加よろしくお願いいたします。あとは各地方議会に立候補していただける支部長さんも大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご応募お願いします。昨夜ですね、見通し新支部長、茨城県水戸市ですね、納豆で有名、あと水戸黄門で有名か、新支部長さんとお会いして写真撮り合って、まあお話ししてきたんですけれども、とある商業施設にお勤め、でして、万引き捕まえる話とか面白かったですよ。目線ですぐわかるって、商品見ねえで、店員さんを目で追っているっていうですね。まあ店員さんが見てない時にやるからそうなんだろうなとかですね。あと細い隙間から、見張ってたら、万引き犯も、そこの隙間から見てないかななんてこう見て、目と目が合っちゃって腰抜かしそうになっちゃったって話とかですね。なんかお子さんお二人いらして、それがね、3月生まれと4月生まれで同学年になっちゃったんだって。まるであれですね、芝美雪と芝達也みたいな、学年が一緒の兄弟みたいな感じでね。だから何でもかんでも入学とか卒業の時お金が大変で同時だからみたいな話、結構面白かったであります。そのうちご紹介いたしますんで、水戸市新支部長もよろしくお願いいたします。11月25日衆院予算委員会、で岸田総理、走行距離税の具体的検討はしていない、消費税を上げることは考えていない。総裁選の時に10年程度は消費増税は考えないって、言っておりました。その考えは変わっていないそうであります。ただ10年上げないっていう確約はしませんでした。昨日ね。ネットの反応です。今増税したら確実に死ぬよね。これ支持率低下で、まあ当確っていうのかな。内閣倒れるっちゅうかな。これやったら地方票やばい。走行距離税ね。車ないと生活できない地方なんていくらでもありますからね。誰が言い出したのかはっきりしないと。三原淳子まで批判してたからな。同じ党内の参議院議員、三原淳子さんも、とんでもねえ走行距離税。まあ、神奈川なんかでも横浜近辺ぐらいしか車なしで入れるとこないんじゃないでしょうか。言ったな。忘れねえぞ。財務省のデマだったのか。叩かれたから引っ込めたと、検討することを検討した結果検討しないことになった考えてないけどやるんだろう。誰が言い出したかはっきり言って、税制調査会っていう悪の組織が言い出したってはっきり報道になってましたけどね。他にもですね、今の 10% のままで日本が持つと思えないとかも言ってたらしいであります。悪の組織税制調査会、日本が持たないんじゃなくて通貨発行権を持つ政府が持たないのでもなくて、お前らが持たないんじゃねえの。資本はでかいっていうね。例えば、どっかの国の人らは、なんか嫌なことがあると、アジア人への差別がとか言い出すんだよね。お前らが嫌われてるだけなのに、資本をでっかくしてですね、アジア人全体に対する差別とかいう国ありまして、ってことか言いませんけれども、だがしかし岸田派イコール宏池会はですね、伝統的に官僚言いなり派閥なので油断がならない。これは勉強しないって置き換えてもいいと思います。いろいろ自分で調べたりしねえから官僚の言いなりになっちゃうんですね。テレビしか見ない情弱派閥っていうのも伝統、これも勉強しない自分で調べない怠け者、っていうですね、伝統がありまして、大平義雄なんかね、楕円外交、イコール言いなり外交なんですけど、威張ってたし、情弱ってね、自分が情弱で、あるっていう情報も知らないんですよね。情弱って自分が情弱だっては微塵も思ってないんですよね。そういう情報がねえからこんなことも知らねえの、言われることもありませんからね。情弱さんはこういうのなんて言うんだろうな、無知の知っていうのは
自分が知らないってことを知ってますよ。私は情弱ですよっていうことを知ってますよ。上には上がありますよみたいなことを無知の知って言うんですけど、これの逆ですね。つまり自分が無知っていうことも知らねえっていう、逆無知の知ですかね。税制調査会は防衛費増強のために所得税と法人税とタバコ税増税すっかとか言い出してるしね、実質税負担率 48.1% の重税なのに冗談じゃねえぞ、これ以上増税したら冗談じゃねえ、さすがの日本人も一気起こすだろうな、思っております。トマホーク調達など反撃能力獲得方針を公明党が突然容認。今までは人民軍に配慮してぐず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 ぐだ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 言ってたのに、なんでだろうなぁ。ネットの反応です。公明らしからぬまともな思考。カルト規制されたら終わりやもんな。その代わり学会には手を出さないでってか。公明は与党なんだから野党と同じじゃおかしいもんなぁ。次の選挙までは会見はなしねとか、寄付洗脳禁止法なしねとか取引したのかもしれないですね。内心ではなく外形的な行為を規制って言ってたし、まあ、洗脳まで突っ込まれると学会が非常にやばいとか、それとも台湾侵攻がいついつ始まりそうっていう情報を掴んだんだが、だがしかしこれで公明を見直すのは早計であります。外国人参政権法案を一番国会に提出して、いるのは公明党です。26回も出しております。他のとこよりダントツ多い。よっぽど信者にね投票できない外国人がいるんでしょうな。で今はお布施だけもらってっけど、外国人参政権取ったら票も増えるなということで一生懸命外国人参政権法案提出してんでしょうけれども、ですんでね、学会と公明はまだまだ要監視、監視が必要であります。11月25日同じ、衆院予算委員会で宗教被害救済法案の内容、違法な勧誘に混乱困惑して行った寄付を取り消せるというような内容だそうであります。宗教被害救済法案、違法な勧誘に混乱困惑して行った寄付を取り消せる、まあ罰するまではいかないね。岸田総理、救済の幅を広げ被害予防に役に立つ、野党に理解を求める。野党が求めるですね、寄付洗脳被害禁止、について、河野消費者大臣、寄付者本人の意思で寄付することを禁止できない、というですね、答弁。それは困難だ。ネットの話です。そうかそうか。踏み絵で解決。踏み絵。学会もまとめて規制しろ。本人の意思を縛るのが宗教では、何をもって洗脳とするかは困難。本人の意思でも違法ってのがいろいろあんだろうが。まあね、覚醒剤とかなんて本人の意思でやってんだけど違法だもんね。内心の自由に踏み込むのはまだ無理。まあ憲法変えないとダメだろうなこれな。労働組合のカンパも洗脳だろ。試験なんですけど、何をもって洗脳とするかが難しい。普通の犯罪はやったかやってねえかっていう外形的に証明できるもので争うのがほとんどでしてね、やった証拠を集めて争うのがまあ刑事裁判、なんとなく洗脳だったんだよ。では裁判官も判断大変でしょ。そんなふわっとしたもんで、刑期何年とか、懲役何年とか決めなくちゃいけないのはね、もしくはですね、これこれの状況なら洗脳、こういうことがあったら洗脳って基準を決めといてもらわないと、やりづらい、裁きづらいですね。裁判官も例えばですけど、住んでる家を売って寄付するのは異常なので洗脳とか、借金してまで寄付っておかしいだろ、とかですね、野党はこれが困難と知ってて要求してんでしょうね。どれが洗脳、それは洗脳でないって判断するの困難だよな。知ってて要求してんでしょうね。国会をですね、いくらかでも停滞させることができればそれでいいと思ってね。河野太郎って今消費者大臣だったんだ、知らんかった。洗脳認定は困難だが、この答弁は変ですね。変。寄付者本人の自由意思で寄付することを禁止できない、これ洗脳されてるイコール本人の自由意思じゃないのでは、自由な思考させないのが洗脳っちゅうもんでしょうね。大臣が国語力が怪しくてはダメなんじゃないか。この人も傲慢でパワハラする人格も全然ダメですけどね。総理の器じゃねえよ。
ワールドカップ日本が勝って残念、共産党議員を擁護する日野市の共産党議員岡田純子さん、皆が日本代表の試合結果に一斉に同じ反応するのが怖かった、リアクションはそれぞれバラバラで良くないかと、まあ擁護をしてますよね、残念だって思う人がいてもいいんでないかみたいな、まあ間接的な擁護ですけどね、ネットの反応です。まだブズブズ言ってるのが、C の声一声には従順なくせに、お前ら命令で一斉に左向け左だろ、勝ったらそれは喜ぶだろうよ、同じ試合でバラバラのリアクションしてたら怖えよ、バラバラを絶対に許さないとが何言ってんの、デモのリズムが一緒のくせに、平等でなければブチ切れるのに何なんだよ、お前ら一斉に安倍がやってたじゃん、一回でいいからシーンに逆らってみてほしい、日本が勝ったら一斉に悔しがる界隈がありましてね、シーンに逆らう発言できない共産党が言うことか、こういう感性だからすぐに内ゲバを始める、ならフェミや LGBT の押し付けをやめろ、異論を容赦なくリンチするより健全だろうが、日本にいいことあると共産党員が必ずケチつけるのが怖いと、赤旗はですねイコール共産党本部は多様性の統一っていう矛盾語で、一応一律な価値観強制を正当化したけどね、それにあんたらちょっとの異論も許さずにですね100人単位で殺し合いやつでしょうが、角丸派と中核派、バラバラでいいって言うなら共産党は危険だ、滅ぼすべきだっつ、私の意見も許容しろって、懲罰委員会かけやがってさ、共産党の敵は日本国なんで国威高揚に不安を感じんでしょうね、まあせいぜいストレス感じて免疫落ちるといいですね、ツイッターを取り上げられイーロン・マスクを憎むことあまりあるパヨさんたち、 TBS 報道1930で女子アナイーロン・マスクは昭和の匂いがします、キリとか言っちゃって昭和生まれは今35歳ぐらいでしょうね、最後の昭和生まれね、ネットの反応です、お前いくつなん、どう見ても昭和に生まれてなかっただろ、お前昭和の匂い嗅いだことあんのか、お前は昭和の何を知ってるんだ、上に言わされてんだろうな、局アナが意見言わなくてよろしい、ましてやね報道番組なんすから、報道1930ですからね、一民間企業が一民間企業に何の文句があるんだろう、まあ、TBS も民間企業、 Twitter も民間企業、こんなのテレビで言っちゃって営業妨害になんないかこれ、アメリカに昭和時代はないんやで、もっともなツッコミ、パヨどもは新生ツイッターに弾圧されてもるわけでも何でもなくて、根拠ない優遇をやめて普通の扱いになっただけなんですけどね、そう思いません、優遇を外されて、普通の扱いになっただけなんですけどね、そういえばですね、復活水素輸出の優遇外されて普通化されたことを恨んでやってもいない輸出規制がーって未だに騒いでるバカみたいな国ありますね、バカみたいな国、まあこれがその時の画像なんですけども、優遇されていたことを感謝するでもなく、普通化されたことを恨むメンタル、パヨとそこ同じですね、人種もほぼ一緒なんですか、知らなかった、それは知らなかった、安倍側の次はマスクがーなのかな、生きがい見つかってよかったね、パヨっていつも攻撃する敵がないとなんかしおしおとしてしまう、生きがいなくしてね、戦ってる時だけ幸せ、文句言ってる時だけ幸せな連中ですんでね、結婚相談所さん、婚活市場は年収500万を少ないと感じる女性と多いと感じる男性が交差するジャンゴと言っておりました。それに対してね、とある女性が、だって都内男性サラリーマンの平均年収は600万よ、500万は少ないんじゃなくて、相談所、都内男性リーマンの平均年齢は44歳ですよ、あんたら20代とか30代の男性狙ってんじゃん、平均って当てになんないんですよ、
例えばですけど、サラリーマンなんだけど10億円もらってるなんていう人が一人と、でドーンとあの平均年収って上がっちゃうから、まあ、中央値ね見るべきなんだよな、中央値でな。で44歳ぐらいの都内男性リーマンが平均的に、まあ、600万ぐらいもらってるってことなんでしょうかね。若くしてその500万もらってる、600万もらってるっていうのは少ねえと。それとそういう人はなかなか婚活市場に流れてこねえと。周りであのもう結婚しちゃってみたい、そういう現象あんですよね。なかなかあの難しいもんだな、うまくいかんもんですなということで、だいたい20代でですね、あの2000万ですとかいうのはこれあのツイッターみたいな外資系ではよくある話なんですけど、なんせ外資系だと、1年契約とか2年契約で首切られるから不安定。ツイッターなんかもそうでしょ、過半数解雇されたもんね、4人に3人解雇されたもんね。まああの人ら年収2000万ぐらいはもらってたんですけれども、もらってたんでしょうけれども、若くてあんまりね給料高いのは危険ですね、不安定だからね。やっぱ婚活市場で人気なのは医者と公務員らしいです。硬いからね、医者と公務員が婚活市場で、人気、大人気なんですけれども、なかなかそういう人ってね、周りで誰それさんとか、くっつけようとして、なかなか婚活相談所には参加してくれないっていうのがまあ難しいところですね。というわけで12月4日 NHK スクランブルでもご参集よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。